もジェキマルです。ということで皆さん、今現在ですね、青鬼オンラインは6周年記念イベントが開催されておりまして、今日はですね、前回の続き、こちら6周年の塔の2階のステージをですね、攻略していきたいと思います。イエーイ。ということでね、前回もめちゃくちゃ難しくて、まあ今回の塔はですね、全部デンジャーって書いてあるんですが、こちらね、2階のフワッティのステージ挑戦していきたいと思います。さあ今回はどんなステージが待っているんでしょうか。絶対難しいよな。うん。さあ毒や青霧に注意しながら脱出しようということで、毒や青霧、ちょっと何を言ってるかわからないんですが、青霧と毒があるらしいですね。毒ってなんだろう。うん、頑張っていきたいと思います。さあこちらですね、爆弾がありますので、爆弾で壊しながらですね、進んでいくステージですね。はい、やっていきましょう。さあということで、これはこっちを壊せばいいのかな。うん。それから皆さん、なんか見たことあるドラゴンみたいなやつがいるよ。こいつ毒を吐いてくるんですよね。気をつけなきゃいけないのってこいつか。さあ爆弾の位置はここで大丈夫だと思うんですが、うわ待って待って待って、フワッティがぐるぐる回ってる。あの毒って当たって大丈夫なのかな。え、どうだっけ、ちょっと覚えてないんですが、これ大丈夫。危ねえ危ねえ危ねえ。あ、3秒でやられちゃうんだね。ってことは3秒間は大丈夫ってことか。逆に考えれば3秒間はあちらね、毒の上でも生き残るということで、危ね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 。さあということで残りね、2個の鍵をゲットしていきたいと思いますが、意外ともしかしたらいけるかもしれない。ただ上にね、巡回鬼っぽいのがいるので、ちょっと気をつけなきゃいけませんね。うん。さあ残り1個の鍵をゲットしていきたいと思います。これでまず鍵をすべてゲットいたしました。よしよしよし、危ねえ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 。はい、ということで今ね、華麗にリンゴを避けましたが、まずい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 、リンゴをね、気をつけながら避けていきたいと思います。さあこれいいのか。え、怖い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 、これどのタイミングで。よしよしよし、ゴール。さあということで皆さん、はい、こちらね、2階のステージ攻略いたしました。一発クリアだぜ。よっしゃー。ということで、いや結構ね、緊張しましたね。フワッティっていうステージだから緊張したんですが、一発クリアいたしました。よっしゃー。ということで、ね、戻っていきましょう。はい、ということで皆さんいかがだったでしょうか。はい、こちらですね、タクロウのスキンをゲットいたしました。今回ね、ほとんどタクロウスキンなんですね。うん。いやー、1回のステージ難しかったからすごいね緊張したんですが、2回のステージですね、なんと攻略することができました。最初にね、4箇所爆弾を置いて壊してからね、進むと簡単に攻略できるかもしれません。皆さんもね、ぜひぜひ真似してみてください。ということで、ジェケマルでした。ありがとうございました。それではね、別で遊んでいきましょう。はい、ということで続きの動画はですね、こちら青鬼図鑑のですね、一番新しい6周年の激レアフワッティの方ですね、まだジェキマル見つけられていないので、今回ですね、こちら100人サバイバルを1試合やっていきたいと思います。さあ激レアフワッティは出るんでしょうか。皆さん出ましたか。まだね、ジェケマル見たことないんですよね。結構100人サバイバルはデイリーチャレンジをねクリアするためにたくさんやってるんですけど、未だにね、激レアフワッティに出会えてないということで、さあ今回こちらの試合でね、激レアフワッティに出会うことはできるんでしょうか。どんなフワッティなんだろうね、すごい楽しみですね。で結構ね、新マップに行くんだけど、あそこの新マップさ、青霧がすごい早く来るから3体目の鬼をね、見ないまま終わってしまうんですよね。だからフワッティに会いにくいのかなと思うんですが、さあ今回こちらのステージで激レアフワッティに出会うことはできるんでしょうか。なんかシルエット的にさ、頭にケーキかぶってそうな感じはあるんですけどね。うん、すごい楽しみでございます。皆さんは発見することができましたでしょうか。やっぱりフワッティに出会えるか出会えないかってその人の運次第だと思うんですけど、なんか今回出会えないんだよね。なんかすごい早く出会える時と出会えない時がありますので、もしかしたらこの6周年のフワッティはね、すげえレアなのかもしれない。うん。さあこの1回で必ずね、見つけていきたいと思います。頑張っていきましょう。よっしゃ、ガスマスクをゲットしていく。いやー、ジェキマル運いいですね。こんだけ運がいいので、うん、ピースケよろしく。うん、もしかしたら、3体目でね、激レアフワッティが出るかもしれません。でめっちゃ運いい時は2体目も3体目もね、激レアフワッティな時があるんですよね。うん、あれ何なんだろうね。本当にランダムで出現してると思うんですが、さあ皆さん、6周年鬼がいますよ。うわ、怖い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 。はい、ということでさ、2体目出現しました。さあ何の青鬼が出現したんでしょうか。ちょっとね、確認していきたいと思います。いやー、何の青鬼だろうな。はい、ということで多分6周年鬼だと思うんですけど、どこら辺にいるんだろうね。うん、ここのマップ広いので、さあ
2体目の青鬼何なんでしょうか。あ、ここら辺下から、お、ちょっと待って、お、え、ちょっと待って、これ、あ、違うか、あー、5周年の鬼、でもさ、フワッティが出たよ。2体目でフワッティが出ましたね。いやー、5周年の鬼か、なんかね、6周年の鬼が出てくれたと思ったんですけど、いや、2体目でフワッティ出ましたよ。うん、さあ、なかなか6周年の鬼出ないのかな、どうなんでしょうか。さあ、あとね、10秒で3体目の鬼が出ます。3体目の鬼は6周年鬼だったら嬉しいんですけどね。2体目でフワッティが出ました。いや、なんかついてるぜ。うん、さあ、ということで何の鬼が出現するんでしょうか。ここら辺で出現しそう。さあ、どうだ。はい、ここら辺じゃなかったね。うん、さあ、何の鬼が出るんでしょうか。いやー、6周年の鬼だったら嬉しいな。で、この試合さ、青逃げしていきたいと思いますが、バナナ鬼ですね。はい、バナナ鬼が出現しました。いや、今回ですね、発見することはできなかったんですが、この試合ですね、頑張って青逃げしていきたいと思いますので、皆さんぜひ、あ、応援してください。うわ、やられちゃった、ガビーン。ということで、もう一回だけちょっとね、やっていこうかな。はい、ということで皆さん、2戦目やったらさ、ジェキマルっていう俺と同じ名前の人に出会ったんだけど、嬉しい。ということで、まあこの試合ね、頑張ってこのジェキマルに勝っていきたいと思います。ファンだからって容赦しねえぜ。はい、ということで今回ですね、この試合必ず勝って、それからですね、6周年のフワッティも見つけていきたいと思いますが、こちら新マップになってしまいました。新マップ3体目出る確率すげえ低いからさ、まあ頑張ってね、やっていきたいと思います。それではやっていきましょう。まずはガスマスクをゲットすると、ガスマスクをゲットした後に、先ほどのね、ジェケマルっていう俺のファンと会っていきたいと思います。はい、頑張っていきましょう。さあ、ガスマスクが欲しいんだけど、ここ宝箱、みんなに取られておりますね。うわ、めっちゃみんなに取られてる。やばい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 、ジェケマル、これガスマスク取れないな。うん、あ、ここで取ろうか。うん、さあ、自分の、あ、いたいたいた、ピエンのペット持ってる。お、出会えた、よろしく。やったやった、ちょっとまずいまずいまずい、怖い怖い怖い、危ねー。はい、ということで、うわ、ちょっと待って、1体目はこの6周年鬼でしたね。うん、よろしくよろしく。いや、嬉しいな、俺の名前使ってくれるの嬉しいな。危ねー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 、ちょっと待って、ガスマスクが欲しい、まずいまずい。さあ、残り10秒で2体目の青鬼が出現しますが、もう青鬼がね、すぐそこまで迫ってきております。これ3体目見れるか、もうワンチャン2体目にかけるしかないよね。さあ、ガスマスクが取れない、これみんなうまいぞ。うん、これめっちゃみんなうまい。さあ、ということで、あれ、もしかしてジェケマルやられてる。あ、ジェケマル今やられちゃったっぽいですね。はい、ということで2体目の鬼出現しましたが、え、なんか通常鬼か、なんか通常鬼な気がする。あ、通常鬼が出る、久しぶりすぎるな、通常鬼とか。はい、ということでガスマスクをゲットできてない。ただこれでガスマスク来た、ガスマスクゲットできた。はい、はい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 、ジェキマル避けていく。うわ、危ない危ない危ない、あーやられてしまいました。たださ、このまま感染してこの状態で20秒間待ってれば3体目の鬼出現するんじゃないか。さあ、このままね、見ていきたいと思います。6っていう漢字が書かれておりますね。うん、リスナーさんからのコメントで6ですよって教えてもらったんですけど、さあ、残り10秒で3体目の青鬼、さあ、3体目の青鬼は何なんでしょうか。さあ、3体目の鬼出現したかな。ちょっとね、この状態じゃ見れないんですけど、はい、それでは本戻っていきましょう。はい、ということで皆さん、こちらですね、フワッティの方見れなかったんですけど、実はですね、こちらホーム画面の方にもう映ってるんですよね。ほら、これ右側、これ6周年のケーキをかぶったフワッティなんですけど、これがね、今回の新しいフワッティね、激レア鬼ということで、はい、皆さんね、ぜひ見つけたらコメントしていただけたら嬉しいです。ということで、ジェキマルでした。ありがとうございます。失礼します。いやー、なかなかね、フワッティ見つけることできないなー。